ーイグスーヨーチューガナビラ、皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。アメリカ大リーグロサンゼルスドジャースがワールドシリーズでレイズを破りまして、見事メジャー制覇を果たしました。ドジャースを率いているのは沖縄生まれの県警2世デーブ・ロバーツ監督ですよね。実はですね、私も何年前になるかな、ロサンゼルスで舞台公演に行った時に、その公演後のパーティーで、ロバーツ監督のご両親にお目にかかったことがあるんです。当時は現役の選手だったんですけれども、その時に初めて沖縄生まれ県警2世で大リーグで活躍する選手がいるということを知って、とっても驚いたのと同時にとても嬉しいなと思ったことを思い出しました。ドジャース32年ぶりのメジャー制覇ということです。本当におめでとうございます。さあ、沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は文化放送ディレクターの清水克彦さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。清水さんは1962年生まれ、愛媛県のご出身です。早稲田大学教育学部を卒業後、東京のラジオ局文化放送に入社、報道や編成、制作部などで勤務し、政治を中心に様々な分野の番組制作を手掛けてきました。世界各地からの中継リポートも数多く経験されていて、特にアメリカ大統領選挙の取材は1992年から毎回精力的に取り組んでいます。コーラルラウンジには大統領選挙のたびにお越しいただいてお話を伺っています。残念ながら今回はコロナ禍で渡米を断念せざるを得なかった清水さんに、まもなく始まる今回の選挙の動向をお聞きしました。この選挙の結果は世界を大きく変える可能性もあります。さて、お二人の見通しはどうなっているのでしょうか。もう直前です。アメリカ大統領選の話を聞かせてください。選挙というのは下駄を履くまでわからないと言いますけれども、今のところやっぱりバイデン候補の方がリードしていると、うんうん、どのメディアも伝えていますし、うん、中にはもうバイデンさんが勝つ確率は 90% を超えるといったようなメディアもあるんですが、うん、私はまあ五分五分とは言いませんけれども、まだトランプ大統領に逆転の目はあるというふうに思っております、うん、野球でいうとね、今日の段階でいうと9回の、まあ、表というか裏というか、はい、その辺ぐらいまで来ていて、はいはい、2点か3点ぐらいバイデンがリードしていると、こんなです、ね、情報だと思うんですけど、どうでしょう。はい、そうですね、まさに言えてみようだと思います、うん、そんな感じだと思います。今回の2020年のこの大統領選挙というのはどんな構図だというふうに清水さんから見えますか。はい、まあ選挙というのはですね、日本の選挙もアメリカの選挙も同じですけども、その地域、その国が抱えるさまざまな問題が政策としてこう浮き彫りにされる、そういうものだと思うんですが、今回の大統領選挙に限ってはですね、トランプでいいのかということを問う選挙だと思っています。そうですよね、はい、もう熱烈なトランプ層と、これ岩盤層とかね、はい、それかそれ以外かと、こんなに分かれてしまう、その中間がすごく細いわけですよね。そうなんですよ。本当ならですね、経済の問題をはじめとして、アメリカの場合は妊娠中絶の問題ですとか、いろいろこう内在的に抱えた問題があるんですけれども、そういったものを一切合切抜きにしてトランプでいいのかということを問う、そういう選挙になってますよね。とはいえアメリカだと、その民主主義を体現しているアメリカなので、はい、そこから選ばれてきた大統領はというふうに、まあ、世界中というか少なくとも日本人はそう思って、はい、尊敬の念で思っていたわけですけども、このトランプさんという人はやっぱり賛否分かれても仕方ないですよね。そうなんですよ。92年の大統領選挙の時には46歳のクリントン大統領と42歳のアルゴア副大統領が誕生してですね、アメリカってのは本当に若いフレッシュなリーダーがいるんだなと、
さすがアメリカンドリームの素晴らしい国だなというふうになんとなくこう思ったんですけれども、今は77歳、選挙の時には78歳になっているバイデンさんと、それから74歳のトランプさん、それがお互いに批判合戦をしてここまで来るというですね、アメリカおいおい大丈夫かというふうに思ってしまいますよね。四半世紀でここまでなんかもう覚醒の感ですね。そうなんですよ。あの2008年のあの選挙、オバマさん勝った時ですね、はい、あの時までまだやっぱりあの再生していくんだという印象が、はい、アメリカって変わる時は変わるんだなという印象を我々にもたらせましたけども、はいはい、ここ2020年こうかという感じですよね。そうなんですよね。あのいやもう一つ、中国がね、はい、この四半世紀で中国も変わるだろうと、経済成長してくることによって変わっていくだろうと、世界の影響力出てくればそれは自覚も出てきてと思っていたけども、はい、習近平が何やらこう独裁体制みたいな色合いが出てきて、そうですね、うん、民主主義の方向に行くという感じにはならないということが、香港問題も出てきてそうなってきたと。で、はいはい、でアメリカと、アメリカもそっち側に向かうんじゃないかという、こんな意味合いも、うがってみるとそういうふうにも見えたりするんですけど、ね、もうあのそれぞれの国のトップリーダーが、自分ファースト、自分の国国益ファーストという形で動いてますし、うん、中国の場合は習近平さん独裁の形がしばらく続くと思いますけども、アメリカもトランプさんになった場合はですね、おそらく大統領選挙と一緒に行われる上院選下院選ともに、うん、民主党が過半数を取ると思います、うん、そうなってくるとトランプさんも何もできなくなってしまって、うん、残りの4年間がレームダック状態になってしまいますので、うん、好きなことをやると思うんですよね。そうなると余計にトランプさんが再選された場合は、トランプから悪い意味で一色になってしまう。バイデンさんになった場合はどうしてもやっぱりこう協調体制というのを大事にしますので、対中国という意味ではそのチベットの人権とかウイグル自治区の人権問題に関してはかなりうるさく言うでしょうけれども、うん、トランプさんほど締め付けは厳しくない、うん、となってくると沖縄にも関係してくることですけれども、沖縄に近い尖閣諸島界隈に、中国の艦船が今よりもこう出張ってくるような、そういった状況になってくるんじゃないかなというふうに思いますね、うん、あのその中国との協調、協調とまでいかないけども話し合いが起きるということですね、はい、そうですね、中国との間で、今のような経済戦争みたいなことにはならないというふうに思います。あの最初の方で話されたそのトランプさんが再選されると、はい、その議会との間でねじれが起きると、はい、で逆にその時にトランプは勝手なことでどんどんあの自分のことを進めると、これ逆のような感じがするんですけど、 それはどういう意味ですか。トランプさんがやりたいことがあっても上院下院で可決されるわけですよね、うん、特に条約などは上院が権限を握ってますから、はい、全部それが通らなくなると、うん、そうなってくるとトランプさんは大統領令を乱発する、うん、あるいは拒否権を発動する、うん、そういったような形で議会と の, この対立がこう表面化してしまうと、うん、今よりも、うん、そういう危険性ははらんでいると思います。そういう意味ですか。そうですね、バイデンさんの場合はその議会もその民主党になるという状況で、はい、その方が、そのどんどんその政策が推し進められると思うんですけども、協調政策が推し進められる、そんな表現になる。そうですね、あのアメリカには中間選挙というのがありまして、うん、2年後にまた選挙が議会選挙があるわけですね、はい、そうなってくると上院下院両方とも民主党が取って、でバイデンさんも民主党ですから、うん、全てが民主党になった場合でも、うん、2年後にまた共和党が上院を奪い返すかもしれない、うん、そうなってくるとバイデンさんは最初の2年間でやりたいことを一生懸命こうやっていかないと、うん、また2年後には通らなくなってしまうというような可能性がありますから、うん、バイデンさんはもうトランプ路線をガラッと変えて、うん、この間までのオバマ政権に近いやり方に戻すというふうに思います。あの沖縄はその他46都道府県よりも、はい、米国への関心は高いはずです。あのそうですね、その隣人、良き隣人というふうに、はい、あの自負しておられる方が3万人から5万人ぐらい県内にはいますので、はいはい、あの関心持たないといけない米軍、はい、バイデンさんになった時に、はい、米中との協調が進み、はい、安全保障の問題で言えばどういう動きがあるというふうなことを清水さんに先ほどおっしゃった、中国に関して言うと、うん、人権問題では批判をしても
貿易問題、それから安全保障の問題に関してはやっぱりトランプさんほど強硬路線には出ないと思うんですよ。そうなってくると中国がまた軍事力を南シナ海あるいは沖縄方面に展開してくる、まあ、牽制をしてくるという可能性が非常に高いと思います。あと北朝鮮に関して言いましても、あれトランプさんだからこそ金正恩と3回も直接会談ができたわけですね。これバイデンさんだと、まあ、北朝鮮側がどう判断するかにもよりますけれども、今より大きな進展はない。この間軍事パレードで見せたような巨大な ICBM を持っていますので、そういった意味では北朝鮮の脅威も高まる。そうなってきますと、トランプさんがこう進めてきた沖縄から海兵隊をグアムに引かせるとか、あるいは中東地域からアメリカ軍をアメリカに戻すとか、そういったような動きとは真逆の沖縄という、まあ、ベース基地が持つですね、重要性がもっとバイデンさんになった方が高まってくるんじゃないか、そんな気がします。なるほど。いや一方でね、その、はい、強硬路線であるトランプはその中国との間で不測の事態が起きる可能性が高まるんじゃないかと、これものすごく心配なんですよ。はいはい、そのトランプさんだった場合ですね、自己的なね、はい、はいはい、その小さな問題が大きなあの紛争につながると、これはもう戦争の常ですから、小さなことこれ心配、 そこのところはどうですか。そういった意味では大きな戦争につながるリスクっていうのはバイデンさんの方が回避されると思います。トランプさんは、まあ、いつ物語で言えば完璧な北風政策ですから、バイデンさんは太陽政策を取ると思いますから、そういった意味では戦火を交えるようなリスクっていうのはバイデンさんによって政権の方が軽減されるんじゃないかというふうに見てますね。沖縄の土地からはすればですね、それが怖いんですよ、はい、そうですね、そんなことからやっぱり戦争ということの可能性はどこがあるんだというと、ああいう今のような米中の緊張感というのはすごく危機感を、はい、この土地からは感じるんですよね。ただ共和党の中にもですね、やっぱりその中国との戦争あるいはまあ北朝鮮も含めて戦火を実際に交えるということに関してのリスクは相当高いという見方もありますし、先ほど申し上げたように上下両院はおそらくブルー一色民主党カラーに染め上げられるというふうに思いますので、トランプさんがいくら何をやろうとしてもそこはね、そう簡単には動かないと思いますよ。じゃあトランプが言っているあのツイッターだけの話じゃないんだというふうには思ってていい、はい、そうですね。それで選挙戦ですけどね、はいはい、11月3日投票があって、はい、しかしながらこれいろいろとアメリカの選挙の制度の事情もあり、なかなか決まらないんじゃないかと言われていますよね。そうなんですよ。8000万人がその郵便での投票もあったりすると、これどうなっていくか、はい、もう郵便投票、期日前投票非常に多いんで、まあ、期日前はいいんですけども、郵便投票のですね、投票受付の締め切りが重要な州に限って遅いんですよ、うん、例えばミシガンのように11月17日が締め切りにしてあるところもあったりするんですね、うんうん、そうすると一般投票でどちらかがぶっちぎり勝つといったようなことがない限り、そこで遅れを取った候補の方がいや無効だと、まだ郵便投票が残ってるじゃないかというふうに言ってですね、法廷闘争に入る可能性が十分あります。それから政権がどうやら民主党から共和党に変わりそうだ、あるいは共和党から民主党に変わりそうだというときには、うん、ホワイトハウスの界隈、ワシントンの街中で民族大移動が起きるんですよ、うん、数千人が動くと言われてますよね。そうなんですよ。スタッフ全員がもう俺うちの大統領落ちそうだからアーカンソー帰って弁護士やるわっていう人がいっぱいいるわけですね、うんうんうん、でそういった人たちがもう事務所引き払って地元に帰りますので、うん、街中で至るところでですね、フォーレント今貸し出し中みたいな物件がいっぱい出てくるんですよ。それが今実はあんまり出てないんです、うん、ということは共和党のスタッフたちはまだトランプが勝つというふうに思っているというか諦めてないんですよ、戦いを、うんうん、その意味では今回は本当にギリギリまで分かんないなというふうに思いますね。これアメリカの大統領選挙って敗北宣言をした時に決まるんだという言い方よくされますよね。ああそうですね。はい、トランプさんそれやりそうなムードの人じゃないですよね。いやこれはもう法廷闘争に持ち込むと思いますよ。この間最高裁判事も保守派の判事を任命させることに成功しましたので、最高裁9人のうち6人が保守派、つまりまあ自分びいきの人だとトランプさん思っておりますから、そういった意味では法廷闘争になる可能性も否
定できないというふうに思います。そうすると怖いのはね、はい、世界の超大国、経済も軍事も、まあ、やっぱり世界をに影響力これだけのところが政治的に混乱に入っていってしまうということが、はい、これ最悪のシナリオですよね。最悪のシナリオですね。これあり得る話ですか？あり得る話だと思います。私は2000年のブッシュ対ゴアの時はフロリダの州の開票問題だけが焦点でしたけども、今度は本当に、まあ、10州15州至るところで訴訟が起きてしまうと、12月になっても正式に大統領がアナウンスされないという事態になってくるとですね、世界経済への影響も出てきますし、ロシア、中国、北朝鮮といった国々、場合によってはイラン、ここら辺りも含めて、ちょろちょろとこうアメリカに対してちょっかいを出していくという可能性がありますので、新型コロナがどうなるかということだけではなくて、この国際的な安保の秩序というものがひょっとしたら向こう数ヶ月の間崩れてしまうという恐れもあると思います。2020年年末年始、はい、コロナの影響でこれだけ世界が変わるときに、これものすごく身構える時期と言えるんでしょうね。はい、そうですね。普通に見るとおトランプ負けそうじゃん、面白いじゃんということになるんですけれども、実際にそういう大混乱になった場合は、少なからずですね、間接的に私たちの生活にも響いてくる問題だというふうに思います。清水さんの立場から日本政府今どういうふうなことを考えていて、こうすべきだということを発信なさる。これはもうズバリトランプ勝ってほしいと思っていると思いますよ。もともと共和党との方がつながり深いですし、トランプさんとやっぱり安倍さん蜜月関係にありましたので、菅政権もそれを引き継いでますから、むしろ民主党政権になった方がまた一から構築し直さなきゃいけない、それは大変面倒な作業ですから、そういった意味では頑張ってくれトランプと思っていると思います。忙しいところありがとうございます。清水さん、沖縄にもずっと関心持ち続けてくださいね。はい、ありがとうございます。最近沖縄の、沖縄への関心少し薄まってませんか？いえいえ大丈夫ですよ。伺いますよ。お願いしますよ。アメリカ大統領選を沖縄の側から見てみると、現職トランプ大統領の場合は中国への強硬路線を取っているので、中国との紛争に発展する懸念が拭えないと。そしてバイデンさんになった場合はそれは回避されるかもしれないけれども、逆に中国側が強く出てくる可能性もあるかもしれないと。どちらにしても沖縄の基地負担を減らすことができるのかという意味では、まあ、逆に強化されてしまうんじゃないかという心配もありますよね。アメリカをはじめ各国の自国ファーストの傾向が近年より強くなってきているんですけれども、安全保障の問題、コロナの問題、経済の問題、どんなリーダーになったとしても各国の協力や共生があって成り立っているということを忘れずにいたいと思います。島田さんは清水さんのお話を終えて、清水さんはラジオ局のディレクターであり、京都大学の博士課程に在籍する研究者でもあります。とにかく清水さんの活動力はすごい。著書はもうすぐ46冊目。次は沖縄県知事選挙のタイミングでお話を伺いたいと思いますというコメントでした。今週のコーラルラウンジは文化放送ディレクターの清水克彦さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。昨年のあの痛ましい首里城の火災から1年が経ちました。私はちょうどあの日ブラジルとペルーの舞台公演から帰ってきた日で、心地よい疲れと、そして、まあ、時差ボケもあってぐっすりと寝ていたんですが、目を覚ました時にその首里城火災のニュースを聞きまして、あれまだ夢を見ているのかな、まだ寝てるんじゃないかというふうに思ったんですけれども、それは現実で、あの美しかった首里城が燃えてしまったということを知って、信じたくない、信じられないという気持ちでした。今再建を目指してのいろんな計画が進められていて、設計を進めたり2026年までに再建を目指すということで、たくさんの、ね、原料も必要になるので
木材とかそれから赤瓦の原料などの、調達先の検討も行われているということです。それから損傷を受けたたくさんの文化財の修復も少しずつ行われているということです。また今回ねこの火災を機に、戦争遺跡としてもこの首里城の歴史的価値が注目されているんですけれども、沖縄戦当時の日本軍の軍司令部の号はですね、ちょっと公開は難しいということで県の方では、資料や、ジオラマそれから VR などを活用して、公開ができるんじゃないかということで進められています。再建に向けての国内外からの寄付金は、沖縄県那覇市それから美ら島財団などに寄せられた寄付金が50億円を超えているというニュースも耳にしました。みんなの力で首里城を再建しようという思いが強まっています。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能です。また沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますので、ラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平デイビル、パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。